コメントガーデンの駅のエレベーターでかくないですか？今なんかエスカレーターとか全部止まっちゃってて、エレベーターでしか上に上がれないので、こんな感じで上に上がって行きます。現場に向かいますが、その前にコーヒーを買いに行きたいと思います。こっちかね。今はこっちが空いている。そう、こんな感じで、はい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 、ピッとねタッチして通り抜けました。はい、大好きなコベントガーデン、平日っていうのもあるんですけど、全然本当にこれぐらい人がいない感じです。お気に入りのコーヒー屋さんも空いていると願いたい。なんかね、そこのコーヒー屋さんはすごく可愛くて、味付けがこうイメージ的にイギリスのパンとかって結構甘すぎたりとか味が濃すぎたりとかっていうイメージ強いと思いますし、まあ、実際そういうのも多かったし美味しい。あとなんかお惣菜パンってなってもあんまりね、ウインナーとか入ってるようなやつで美味しいって思ったことそんなになくて、パン屋さんで何か買うんだったらやっぱ甘いパンを買いたいなっていう感じだったんですよ。なんですけど、そこの今から行くパン屋さんはすんごい美味しいの。お惣菜パンも甘いのも両方美味しいから困っちゃう。そしてここ可愛いんです。さあ、H&M めっちゃおしゃれじゃないですか。はい、あ、見えてきました。さっき通りすがったお兄さんも食べてましたね。無事に私が欲しいのが残っていることを願います。こちらです。もうイギリスに来たら絶対このパン屋さんでパンを買ってほしい。マジことぶき。はい、どうしちゃったの？あ、ありがとうございます。前回の分大丈夫そうでしたか？前回撮った分は。おー、よかったです。マックス、Thank you。 マジことぶき、イエーイ、収録終わった。イエーイ、最近のお気に入りのゴリラズがイギリスのフレッドペリーとコラボです。まあ、そんなことはさておき、無事に終わりました。なので予定よりもガンガン早く終わりましたので、ちょっと歩きたいと思います。歩いて、エクササイズお散歩兼ねて、あー寒いけどね、お昼を買って学校に備えたいかなと備えたいかなじゃなくて備えます。 Let's go。 マジことぶき。はい、今から行くのはですね、アメリカに行ったら必ず行っていたスーパー、はい、ホールフーズマーケットということで、オーガニックスーパーですごい有名なお店がすっごい規模で大きなサイズでイギリスにあるんです。なのでお昼をここで買っていきたいと思います。はい、イギリスのこのホールフーズはここからダダ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 まだ続きます。あそこまで、はい、看板があるあたりまで続くということで、かなりね、中もじっくり楽しめちゃうテーマパークのようなスーパーマーケットなので行ってみます。カラフル。
はい、オーガニックスーパーのチーズとかワインとかいろいろ種類がありそうです。うわ、いろんな麺が安くなってる。欲しい。この積み方そうですね、ジェンガのように。やはりお茶の種類が半端ないです。こことここと、あ、でもコールドブリュー、あ、ティーのコールドブリューとかがあるんですね。ここと、そしてこちら、さすがイギリス、めっちゃ安くなってる。これはお買い時じゃないですか。あ、ここが、ソイミルクとかオーツミルクとかのコーナーなんですけど、なんか全然ない。なんでだろう。すごいすっからかん今日は。あー、安くなってる。私の好きなこのオーツのミルクが一番好きで、このブランドが作ってるちょっと不思議な顔立ちのこれモカなんですけど、そう、これもねすごく美味しいんです。オーツミルクで作ったモカコーヒーということで、安くなってるので買って帰ります。これね、イギリスに来たらぜひとも行っていただきたいお店の一つ、こちらミナリマさんのお店。あの、皆様ハリーポッターご存知だと思いますが、そのハリーポッターの、アートデザインとかですかね、されてる方のお店です。日本にもお店はあるんですが、やっぱイギリスのかっこよさ堪能していただきたいです。ちょうど今お店は閉まっておりますが、もう外観だけでもワクワクするよっていう感じで、このお店の中にもハリーポッターの空気感だったりとかが広がっております。また来たいです。おお、なんか渋いレコード屋さんですね、これは。ことぶき、はい、ということで、もうねいろいろあるともういろいろ欲しくなっちゃうので、ホールフーズでは結局私は、パスタ相変わらず大好きなパスタと、モカですね、言ってたモカと、あとサーモン、スモークサーモンです。イギリスは本当に多くのサーモンがね取り揃えられているので、もうそれをサラダにポンって乗っけたりとか、パスタと一緒に食べるだけで超絶美味しくなる、スモークサーモンをゲットしたので、それをお昼に食べたいなというふうに思います。
そんなわけでその後は学校に参加するということで、はい、充実した午前中っていうのかな、お昼になったかなというふうに思います。お仕事もして、お散歩もできて、お買い物もできて最高です。ということで引き続き今日も頑張っていきたいと思います。皆さんもハバグッズエイな一日を過ごしてくださいね。ということで今回のことぶきみなこのパンパンマジことぶき、この辺でバイバーイ。僕らの世界が一つだけじゃないの。